やっていきたいと思いますんで、じゃあ座りながらで、いいですか、いきましょうか。まず改めて平瀬さん、はい、多くの方が集まってくれました、はい、まあ、自己紹介って言ったらもうおこがましいんですけど、はい、改めて一言お願いします。平ちゃんです、よろしくお願いします。お願いします。いやもういろんなスタジアムにね、はい、平さん、平ちゃんでいいですか。平ちゃんでいいですよ。平ちゃん言ってると思うんですけど、はい、金沢戦もありましたね。思い出したくないけど、え、松本山があって金沢とゲームしました。してないです。してなかった。したしてないしてないしてないでしょ。でも多くのスタジアムでね、あ、はいはい、行ってますけど、改めてこのサンプルアルミン、はい、このファンパーク含め雰囲気どうでしょう。僕ね、天皇杯の決勝、この長野県の、はい、あの解説みたいな形で来させていただいたんですけど、はい、その時めっちゃ久々だったんですよ。おお、久々に。すんごい久々で来たんですけど、あのアルミンの関係者の方が覚えてくれてて、いやいや、そりゃそうでしょ、めっちゃ久々ですねみたいな感じですごい覚えてくれてて、久々感も覚えてくれてて、覚えてくれてて、もうそれが嬉しかったですね、めちゃくちゃ。いや僕らもね、これ今日来てくれて、はいはい、昨日もトークショーしていただいて、ありがとうございます。昨日行った方は、あ、ありがとうございます。うわ、プレッシャ ー、プレッシャーやん。話ダブルとか思ってるやん、絶対。そんなことない、そんなことない。でも今日は今日で楽しんでいただきたいと。はい、まあ、昨日と全く同じ話しますけど。いやいや、やめて。それはもう司会のね、回し腕の見せるところだから頑張りたいと思いますけども。ガチャさんね、はい、朝から元気ですね。いや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 、もうそれが仕事。そう、うん、それが取り柄なんで、はい、これ舞台立ってるからガチャさんこんな感じとかじゃないですからね。言ってよ、それちゃんと言ってよ。朝からもう、はい、何本当に裏の、ね、ところでもすごい声でかいですね。いや声でかいだけかい。声でかいだけ頑張ってるんですよね。いやすごい元気やなと思って。いやもうこれ僕が元気に なってないと、はい、なんかこうみんなに言われるんですよ。ちょっとでもなんか元気なかったら、うん、どうしたん調子悪いみたいな。だからもう元気じゃないと。家帰ったらもうこれシューンとしてたから。いや家帰ってもね、元気はありますけど誰も相手してくれないですから元気ってやつですね。じゃあもう寝る時だけですか、静かなのは。いや寝る前の直前まで元気ですけどね。でももうパンパンパンと落ちます。落ちて、はい、落ちましてね。わかるわ、わかる。まあでも、はい、今日はゲストに鉄道ひろし部長もいらっしゃってるということで、てちゃん、てちゃんってどうしたらなんかさ、もう完全に作業の合間に来たみたいな。そうだね、もう仕事の合間だからね。合間、はい、実はこれ鉄道ひろし今どんな仕事してるかあんま知らない人多いでしょ。てちゃん自分の口から今、いやもうええって俺育成部長と総務部長兼務してます。ほらもうすぐ落ちる風ですわ。てっちゃんの話したらすぐあれが落ちてる。自分も置いといた方がいいんじゃない。また確かに、あんまり落ちたらね、そのたんびにあれやから、僕の鉄との現役時代の写真もこれ俺は落ちないんですけどね。すいません、はい、そうか、これダービーの時のお写真をこうやって飾ってるってことですか。いやすごいやんか、はい、昨日トークショーした飯田も後ろに映ってたりとか、はい、ガチャさんってもともとサッカー選手だったんですか。ちょっと待って、知ってる人は俺が絶好調したわ。現役してた人、あ、知ってる。あ、本当ですか。あ、3分の1ぐらいか。知らない人、いや、勉強せよ。いや、選手やったよ。俺はもうガチャさんっていうのはもうすごい印象強いけど、いや、絶対みんなもそう。片山選手やったわけですもんね。そうですよ。うわ、決めてますよ、新州ダービー、俺って。うん、そうそう。ごっちゃんゴール。はい。あ、ごっちゃんゴール。また、ほんま、知ってんのかな。もう、歴史上、はい、世界で一番熱いごっちゃんゴールっていうゴール決めてますんで。おお、皆さん、記憶に新しいと思うんですけどね。オレンジの方は、大変申し訳なかった。それは、片山選手が決めたのは何年前ぐらいですか。いや、もうだから13年前。ちゃうわ。2011年なんで。13年前。13年前の、県決勝戦ですね。後半延長後半のロスタイム、うん、浦島で決められてね、バルセロの延長前半に、うん、で最後のラストワンプレーでね、うん、キーパーと大島がお見合いしてくれて、うん、ファンブルしたんですよ。ほう、で俺のボール転がってきて、ほう、ありがとうってスーパーゴールでもなんでもないよ。ありがとうって。そこにでもおることが大事ですもんね。そういうことなんです、うん、よくぞ言ってくれました。そう、はい、そこにいることが大事なので、ね、そういうゴールも決めて、うん、その試合は最後小松選手が PK を決めてね。そう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 、勝って2011年の時は県決勝僕らが優勝したんですけど、ここにね、小松健太さんね、小松蓮じゃないの、小松健太の方ね。そう、そういう過去もありながらなんですけど。あー、でもすごいな、これでもこれが本当に、これです。今見えないと思うんですけど、大橋義孝選手と、うん、もみさん、もみたりで、これ僕、これこのシュートは入ってないですよ。このシュートはキーパーにスーパーセーブされたんですよ。でも最後に
ディフェンダーとキーパーがお見合いしてくれてありがとうを決めたということです。へえ、やっぱこの時は顔も本当になんか顔これエグいって、写真選んだ人すごい顔してるよ、すごい。あとで見て近くで、なかなか気持ち悪いかもしれない、目半開きで、なんかあの鳥が餌を目の前にした時のこう今から餌食べに行くよみたいな、そうだって餌ですよゴールは、そうや、まあフォワードにとって餌ですから。うわすごい、まあ、こんな感じで特集やるんですけど、え実は僕何何平橋さん、はい、大阪府高槻市出身でしょ。あ僕そうです、はい、僕も高槻なんで実は同級だったという事実が先ほど判明しましてですね俺の勉強不足だったんですけど、で阿武野高校、阿武野高校っていうところ行ってまして全然知らないでしょ皆さん、知らないと思いますけど、うん、でもあの一応あれですよ、インターハイに出てるんですよ。すごいですよ。こうね、そう高槻市っていうのは基本的にサッカーがすごくね盛んな、ガンバ大阪のホームタウンですね。今あの町で、で僕は阿武野高校っていうところでインターハイ出たんですけど、ガッチャさんはその阿武野高校のもうちょっと上ぐらいに住んでるのかな。はい、そうです。もっと上、うん、あのちょっといい方に住んでます。駅から上のいい方に住んでます。まあそうやね、その辺ちょっといいところなんです、はい。高級住宅街じゃないけどね、閑静な住宅街。閑静な住宅街に住んでる。はいはいはい。でも阿武野高校に僕も行こうと思ってたんで、らしいですね。はい。進学は、はい、ただ僕ガンバのユースだったので、はい、練習場から遠いっていう関係で諦めて、うん、練習場から一番近い茨城西高校に行ったんですけど、だって僕らの頃は小ガチャさんって今おいくつなんですか。僕は今年で40になりました。だって僕らの時はそのガンバのユースなんていうことがなかったですか。そうです、僕らそうですね、うん、1期生が宮本恒康なんですよ、はい、ガンバユースの。別にガンバがどうでもいいねんけど、はい、どうでもいいとか言うな今この新州ダービーには全然関係ないけど、その1期生が宮本恒康さんで今会長ですね、うん、日本サッカー協会の会長やられている、はい、まあ、もう本当にそこでできて、まだ新しいじゃあ、まあ、平ちゃんの時代はないですね。ないないない、全然ないんで、はい、もうみんな高校サッカーで北陽とか高槻南とか、はい、っていうところでやってた、はい、そろそろ座りましょうかって言われてる。座りましょう、何を焦っとんねんっていう話です。いやもうほんまに、でも同郷でしたっていう話です。いや本当にそうなんです、そうびっくりした。でてっちゃんが熊本、熊本はまあそれは関係ないけど、ね、僕でもね、哲人さんはね、はい、僕あの本4冊出させてもらってるんですけど、これまで。え買ってますか皆さん本。いいですあのね、2冊目の本の時に、はい、松本山雅のページで哲人さんに出ていただこうということで、あら哲人さんにあの取材させていただいて、あれあの哲人さんね、多分その時めちゃくちゃ忙しかったんですよね。いやそんなことないですよ。いや今東京でね、そうあの、はい、だから時間内からつって哲人さんに東京駅に来ていただいて、あの東京駅のあのスタバックスで、はい、絶対言うと思った、スタバ、はい、スタバでコーヒー飲みながらお話を伺ったんですよ。てっちゃんでよかったんですか。俺もいたんですけどそうですねまあてっちゃんの方はね、あの、まあ、息が長いんで、本ってほらページ数限られてるじゃないですか。あ収まらんか。ガチャさん読んだ場合がもう1冊なるから。いやいやいや、そこが、いやでもそんな感じでね。え、そう、てっちゃんの現役時代とかも知ってるんですか。もちろん。え、だって鉄とひろし、俺らの鉄とひろしでしょ。おすごい。いやありがとうございます。最近聞かへんけど久しぶりに聞いたね。いやいや、なんならあのサガントスでハードワークしてるってっちゃんも知ってますよ。あサガントスだよ。当たり前じゃないですか。そんなもん結構やっぱサッカーフリークやから。もちろんもちろん、サガントス時代てっちゃん知ってる。知ってます。それあれと間違えてんじゃん、あいつと。藤田と似てるから顔全然違う違う、分かってますよ。分かってる。ただガチャさんでサッカー選手だった。いやだからしてた僕もあんま知らないんですよ。違う違う違う、記憶ないです。3分の1ぐらい手挙げてくれたから。あ本当知ってますよね。あの記録より記憶に残るプレイヤーでしたからね。サッカー好きのあの長野でテレビ出てるタレントさんなんでしょう。ね、うん、まあそれでいいか結構でもそう言われるんですよ。はいはい、ブルチョさんってサッカー選手だったんですかみたいな。だんだんね、やっぱ時代も経ってくると、そうだからテレビの人ですよねって言われて、まあまあそれでいいかと思って、あ知ってる人さえ知ってくれればというところなんですけど。いやいや、でもいいですよ皆さん。今回松本に来ていただいて、はい、松本という土地は、はい、どれぐらいぶりですか。結構来てますか。だからそのダービー その天皇杯の時にも来させていただきましたし、はいはい、今日はちょっと起きてからここまで時間あったんで、はい、何しました。松本城行ったり。行きましたか。松本城で写真撮ったり、近所のお蕎麦屋さんで蕎麦食べたり。あの実はあそこ行きたかったんですよ。どうですか。喫茶山賀、喫茶山賀の前のお蕎麦屋さん。蕎麦かい、蕎麦かい。蕎麦佐々木、佐々木さん。佐々木ね。佐々木さん僕何回か行ってたんで、はいはいはい、今日行こうと思って顔出したんですけど、
あのもう予約してないとちょっと今日無理なんですよっていう。いやもう今インバウンドがすごいからね。ね。蕎麦屋さんは本当にもう。でもあそこのお蕎麦美味しいじゃないですか。美味しい。だからあそこ食べに行こうと思って一応顔だけ出してまた来ますって言ってそのままお城行って。なるほど。でお蕎麦食べてここ来ました。えなんか松本のおすすめグルメとか。おすすめグルメはあの皆さん思うやつですよ。違うんですよ。あの駅前のロエっていう喫茶店。はいはいはい。分かる人は分かると思うんですけど。僕あそこ大好きやったんですよ。あで僕はあの松本来るたんびに毎回そのロエに行って、はい、あの電車が来るまでちょっと時間潰すみたいな感じでいてたんですよ。けどで天皇杯の時に来て、うん、じゃあロエ行くぞって言ったらロエが居酒屋に変わってたんですよ。あもう時の流れ怖いね。怖いか何でも居酒屋にしたいよモデル本当に、ちょっと井上閉まるしねえバルコ閉まるしね大変ですね松本近所のおっさんか。いやもうどこで買い物しますか皆さん色々しまったらね大変ですよ皆さん。いや本当にだそれはちょっとショックやったなっていう感じがするんですけど。なるほど。まだでも馴染みのお店ちょっと作っていきたいなと思って。いやぜひ松本にもね、はい、いっぱい来ていただいて。いや楽しいもいっぱいあるしね、はい、楽しいところいっぱいあるんで。いいですね。さあそろそろその新州ダイビング話しましょうかという話になってきます、うん、そろそろって言ってたし勘弁もね、うんうん、ということでまずは僕らが思う新州ダービーの思い出みたいなところちょっと。あでもだって実際ピッチに立ってた人ですもんね。そうですね。だから、まあ、てっちゃんにも自分が思う新州ダービーがあってヘラーさんにも聞こうかな。じゃあ新州ダービーの話、はいはいはい、まず僕からいきますわ。聞きたい。僕がもう初めて新州ダービーを経験したのは2007年ですよ。2007年北信越リーグ1部。そうだそう松本山は僕大卒1年目でそこ来て、はい、初めて新州ダービーやって最初南長野やったんですね。今みたいに言うしたないよ、うん、で俺倒されて PK 取ったんですよ。で俺大卒1年目、うん、で新州ダービーもう周りから絶対にバルセロだけには負けんなってもうなんで植え付けられてで PK 取ったヒーローなれる大チャンスじゃないですか。大チャンスです。ヒーローなれる、うん、よっしゃ自分で PK 取ったぞと、うん、俺蹴るわって思って当時のキャプテン玉地博之からよし蹴れってボールを託されたんですよ。でいざ PK スポットに向かう途中に俺がもう1個も最大の後悔なんですけどひよっちゃってね。ヒロさん蹴ってくださいってビビってるやん。いやめっちゃビビった。それがもうまず最初の思い出だって大事なダービーやからそう逆にプレッシャーもありますもんね。もう今やったら絶対蹴りたいのにその時も大卒1年目でもう街の皆さんからかけられたプレッシャー、うん、特にあの丸山食堂をはじめとする当時のよく行ってた店でかけられたプレッシャーの、うん、が蘇ってきて、うん、これ俺外したらヤバいんちゃうってなってひよって土橋さんに蹴ってくれって言ってしまったのがもう最大の点。まあもちろんヒロさん決めたんですけど。いやいやでもそれはそこで決めてたらね。そう決めてたら俺多分山川でもっとスターになれたかなと思うんですけどね。苦笑い皆さんもう俺の話はもうこれで今もうそういう過去があったというか。もちろん2011年の話もあるねんけどそれさっき言ったからもうてっちゃんもあると思う。テストさんはどうですか。はい、僕はですね2009年がやっぱりすごい思い出の JFL地域リーグねに上がった年ですね。そうそう、はいはいはい、年あのシーズンは、公式戦で5回試合したんです。やりすぎないある程度新州ダービー新州ダービー年に5回やったんですか。5回やりました。リーグ戦とリーグ戦2試合選手権決勝と前者あ前者前者の予選予選、はい、と天皇杯予選。おーでまあ僕はその5試合で、まあ、2回フリーキックを決めてて。うわさらっと言うよね。実は拍手もらおうと思ってさらっと言うよね。俺1点しか決めてない。そのフリーキック見たよっていう方いらっしゃる。あーあー3人4人だけ4人だけ。いやもうちょっとすごいすごい、はい、でもその年で5回やったんですね。そうだから、まあ、どれもやっぱり本当にガチャが言うように皆さんから絶対長野には負けんなよっていうのを頼まれて。そうなんですよ、はい、うん、戦ってたんで、はい、あの全部思い出に残ってます。でもそこはあのどっかの選手みたいにビビらずに決めたっていうのね。そうなんですよ僕は2回も決めちゃったんで。いやいやいやすごい。それはねでもあのビビりがあったから俺はもう本当に新州ダービーってものが体の中に染みついて本当に今の仕事に生かされてるなという形になってますよ。もうあれ以来どんな仕事でもビビらなくなった。いやもう全然ビビらないし何言われても結構結構ねあの前監督の時はバチバチやったんですよね。バルセロと今相模原の監督になられたんですけどあの監督ともバチバチやったんですけど全然大丈夫盛り上げるためなんで。なぜならばその時の経験があるから、はい、そうです。あそこでひよってしまった俺があるからっていう
ということで、これまた書かれるのかな、あいつ結局ひよってたんやみたいな。いいんです全然、盛り上がればね。あの人絶対サッカー選手じゃないっすよ。いやいやいや言ってることがやってたんですよサッカー。まあでも僕と鉄道はね、そういうあの思い出があるんですけど、はい、平橋さんこれ信州ダービー、はい、どういう思い出というか何かありますか。日本全国にやっぱりいろんなダービーあると思うんですけど、はいはいはい、この前もその天皇杯のできた時も言ったんですけど、なんか煽りいらずっていうか演出いらずっていうか、はい、もうダービー、そのサッカーなくてもそのちょっとダービー的ななんかパッションみたいなところあるじゃないですか、お互いにね、ね、はい、でそれは僕ら外から人間からしたらさ、もう理解できないぐらいのところあるけど、そういうのに乗っかってるダービーなんで、ある種本物感が強いかな。そうなんですよ、ダービーの中でも。だからそのクラブが必死でダービーですからお願いしますって盛り上げなくても、もう盛り上がる土壌があるって、僕サッカー選手にとっては羨ましいダービーなんじゃないかなって思いますけどね。これですね、やっぱこの気持ちを忘れちゃいけない。もうここ数年やっぱ個人的には、うん、この信州ダービーっていうものの価値がちょっと薄れてきてるんちゃうかなっていうのを危惧してて、やっぱまあ観客動員もそうですし、うん、やっぱその街の盛り上がりであったり、はい、まあ、選手もいろいろ変わってね、信州ダービーっていうものを全く知らない世代になってきたっていうのもあるし、うん、ただそういうのは僕も鉄もそうですけど、クラブにいる僕らが伝えていかなきゃいけないし、スペシャルなダービーがここにあるわけですから、それはもうバルセロナの方はそうバルセロナの方で伝えていってもらって、お互いに盛り上がってね。いやでも街にも結構ポスターね、うん、貼ってましたし、ありましたよ、めちゃめちゃ汗かきながら。いやいやでもあんなにガチャには限界はないって書いてたよ。俺には限界ないよ。松本にはでしょ。松本か。そう。ガチャに限界はないって感じかな。何言われても限界ないけど。まあでもそんな信州ダービーがね、はい、今日この後まさに4時からあるわけですけども、うん、平畑さん、平畑さん的には、はい、見どころみたいなとこは。見どころはどういうところになりますか。選手で言うとやっぱり前線大きい。長野はやっぱ浮田選手、浮田で山川は、浅川選手、浅川、この2人にはやっぱり期待はかかるんじゃないですかね。エース対決ね。エース対決、浮田選手も11点、浅川選手は8点、浮田選手は天皇杯出たらここ3試合無得点、いろいろ調べてますからね、いろいろ調べてるから。いやでもその2人はもう必ず期待されるというのと、ここ最近の松本、4-3-3 のような形にしてシステム変えましたね。両サイドバックがかなり高い位置取るじゃないですか。取りますよ。だからこの長野のワイドの選手2人と山川のサイドバックのここの対面の戦い、お結構重要なんじゃないかなと思いますね。いやかなり重要です。本当にパラセルさんはもう本当に堅守速攻という形で、うん、カウンターを武器としているんで、はい、内がガンって入りすぎた変な捉え方したら、はい、キュンってくるじゃないですか。はいはいはい、それがまたね鋭いんで、まあそこら辺はもう監督含め、うん、チームがいろいろと対策してると思うんですけど、あとで僕はせっかく今日はこうやってスタジアム来させていただいたんで、はい、樋口選手がいつの間に前線に行ってるのかを見てみたいと思ってるんですよね。いや気づかないうちに行ってますね。中継だと気づいたらもうゴール前にいるじゃないですか。なぜそこにいるっていうサイドバックが。でもスタジアムだとその行ってる過程が見れますか、はい、あんな感じで行ってんのかっていうのを今日はちょっと見てみたいなと思ってますね。あんまり何も考えないと思います。ひょひょひょいと言ってる。でもだからそのひょひょひょがいいわけでしょ。いいわけです。行くときに俺に出せとかっていう感じだったら相手にバレるじゃないですか、はい、そんな感じじゃない。ひょひょひょいって言って、はい決めました。いやそれがちょっと今日は楽しみというか、そうどんな感じで、なんかごめんなさいね、ごめんなさいねって感じでいくのか、おるなーって言っていくのか、見なついて、僕のこと見ないでね、見ないで見ないでみたいな感じで、見ないで見ないでだと思うんですよ。てっちゃんどうですか、注目選手であるとか、今日の見どころ。僕は今、平畑さんがおっしゃった通り、サイド、はい、両サイド、山賀の、うん、竜兵と、まあおそらくね、竜兵まだメンバー出てないんだよね、出てないと思うけど、竜兵と、まあおそらく樋口、大輝、この2人がそう今おっしゃった通りどう相手の3枚、うん、はい、まあ、ワイドにこうなんていうんだろう、優位性を取れるか、さすがやっぱポジションサイドですからね。それで多分やっぱり1個ポイントになると思う、うん、やっぱパルセロさんはクロスからの得点も多いし、多いクロスからの失点も逆に多い、多い、うん、だからそこをどう今日の試合でどっちが優位性を取れるか、あーこういうところはね結構楽しみですよね。結構複数得点取れてる両チーム、得点も取れてる両チームなんで、守備のところはお互い課題なんで、だから失点もお互い多いじゃないですか。なるほどなるほど。なのでここがどう出るかなっていうのと、今日ちょっと暑いんで
ここがもうキーになってくるんじゃないかなっていう。確かに昨日しかも涼しかったんですよ、うん、松本で今日10度も違うんですね、昨日と気温がね、はい、で昨日雨降ってるんでここから蒸してくるでしょ。でちょうど3時4時ってピークですよ、暑さが。暑さがね、その中でハードワークどっちができるんかなっていうのが、はいはい、絶対緑やろなっていうのが今日の試合じゃないかなと。今日はあの、はい、松本が点取った場合って、はい、あの鉄人さんはリストバンドこうやってやるんですか。サンバのね、松さんがやるんですか。懐かしいな。今日はやらないですか。持ってきてないですね。今日は何で持ってきてないんですか。持ってきます。持ってきてくださいよ。今日まだあるよね、あれね。あれも家にあるもん。シワシワやけど。シワシワ大事にして。いや、それ逆にシワシワなのをこう上げてくれたら嬉しいじゃないですか。いや、隠せばよかったね、聞く言い方あれかしら。ねえ、託せばよかった。確かに。でもそれ託す選手間違ったらダメですよ。そうなんですよ。うん、大内選手とかに渡したらダメですよ。全然邪魔やもんね、リストバンド。キーパーグローブって邪魔やから。まあでも本当に、まあいろんな皆さんからもね、はい、皆さんも多分皆さんなりの見どころがあるでしょうけどね。思いがあって、この戦いに挑むと思うんですけども、はい、ちょっと哲さんに聞いてみようかな。皆さんはもうちょっとあれなんで、予想スコアみたいなものちょっと聞きたいの。俺あれも、俺もラジオでも言ったけど、俺 3-0。3-0。うん。もう期待を込めて3-0ですわ。じゃないと俺は気持ちよくなれへん。だって負けてんねんもん1回目。確かに。そう、そこリベンジを。誰が決めるんですか今日は。決める人、うん、浅川、菊井、うん、入ってるかなメンバー。あとはでも俺そろそろね、混戦からダタタンってなって、なんか米原あたり決めるんちゃうかなみたいな。え、米原みたいな、え、米原みたいな。ちょっと実況の人も誰やってる感じ。まあ安西っていう実況なんで、ね、昨日言ってきましたね、作らせてくれてちゃんと安藤ですよって言ってました。米原、そうだ、まあ誰が決めてもいいんですけど、うん、まあ 3-0 ぐらいで勝たないと1個目のリベンジ以上を果たせないなっていう、ちょっとバラスナサポーターの方には申し訳ないんですけど、うん、僕はそういう思いで。哲夫さんどうなんですかね。哲夫はもう現実見てる。僕は、うん、まあ、 あの期待も込めて 2-0。 あ、はい、1点取ってね、はい、相手出てきてカウンターで仕留めて 2-0。 ちょっと違うんだけど。違うかい、はい、まあ、やっぱり失点はしたくない、はい、もう次にやっぱつなげたい。そうなんですね。多分ここにいる皆さんも2点取ったら大体ね、うん、あ、今日の試合いいかなって思うじゃないですか。でも前2点から行かれてますよ。そうなんですよ。え、嘘、こんな試合ありました。なかったっけ。なかった。あれ、俺相模原の後半見てへんから分からへんな。いや、俺も相模原行ってたけど後半俺グッズ販売してた。いや、見てましたよ、社長の横で俺わざわざと見てたわ。そう、だから2点取ってやっぱりしっかり勝てるっていう自信につなげたい。同じもあれは踏まないよと。そう、なるほどね。なんで 2-0 で、で最後に勝ってバーって倒れ込んでるのが俺らのチームの選手が多いことも祈りたいです。まあそうだね、やっぱりね、今日はもう粘って勝ったーつってバーって疲れたっていうのが緑の選手が多いことを僕は願いたいと思いますね。なるほど。いやー、これ熱くなってきたね。皆さん水分補給しながらね見てください。いやー、ほんとそうですよ。もうこれ倒れられてもね、ダメですから水分補給して。いやー、これだから今僕ら熱く喋ってきたけど、はい、皆さんにも質問いいのかな。いくつかいける、1個2個ぐらいいけると思うんで、せっかく平さん来てるんで、平さん来てるんで、いやいや、僕じゃなくてもペストさんでもガチャさんでも何でもいいんですよ。聞いてみたいことある方いらっしゃいます。別にパラソルサポーターでもいいですよ、別に勇気があるなら。そんな全然いいよ、パラソルの方でも全然いい、誰でもいいよ。なかったら終わるし、なかったら終わるで。これこういうか、信州人ここで割りちゃうよな。信州人は行かないです。ワニちゃうって分かりますか。照れちゃうっていう方言なんですけど、ワニちゃうね。ワニちゃうっていうか、ワニちゃうっていうんですよね。恥ずかしがって誰も手挙げないんですよ。え、終わるで。何か、あ、はい、じゃあ山形の最終順位は何位でしょうか。そう、優勝決まってるよ、そんなもん。まあ、あれマジじゃないですか。最終優勝、それがそのためにやってるんですか。大宮と結構離れてるけど、そこ目指してるんですよ。そんなごめん、即答しちゃったけど。OKOK、ありがとう。それはもうブレないです、当たり前じゃないですか。はい、だからもうこうなったら大宮を同じカテゴリーと思わないっていう考え方もありますよね。いや、でも大宮抜きます。大宮抜きためにやってるんで。いや、無理だ、思ってるでしょ。抜きますよ。抜くの？だってもうこれ信じてやらへんかったら、いや、なんか切なくなっちゃうね。まあ、そりゃそうや、そりゃそうや。2007年、誰が J リーグに山が行くと思ってたんですか。みんな笑われたんですか、俺ら。なるほどね。それと一緒です。そうだそうだ。不可能はないんですよ。やり続ければ。ということで、はい、次行きます。やっぱガチャに限界はない。俺に限界はない。ポスター変えてくれ、俺のポスターに。作ろうか。あと1個ぐらい行きますよ。ガチャに限界はない。はい、じゃあ。はい。はい。いつも山川の選手が最後倒れない。はい。
今回今日は、はい、倒れるより走るより伝えろと実は言われてます。俺言っときます。でも皆さん大丈夫です。もう本当に今週選手たちはハードに練習をして、いろんな新種ダービーについてのものをまたいろんな人から伝えられていて、皆さんの思いは伝わっていると思うんで、今日その思いをプレーで返してくれると絶対に思いますんで、期待して新種ダービー見てほしいと思います。いや、はい、でもそのサポーターの方の熱みたいな、うわーって盛り上がったら、サッカー選手だったら走るでしょ。いや走るでしょ、だって大宮戦そうだったじゃないですか、うんうん、大宮戦アウェイうわーってオレンジがあって、うん、あんだけ走れたんですから、うん、なんでここでできるのって話になるから、うん、絶対やってくれます選手たちは。いやもう、はい、それは鉄道さんもやっぱりあれ、お客さんが入ってみんながやわーっと盛り上がったら走れちゃうでしょ。いやもうそれはもうなんだろう、何者にも代え難いやっぱりエネルギーになるんで、うん、はい、はい、やっぱそれは選手からしたらもう最後まで、はい、やっぱ出し切る、限界以上のものを出し切る力になるんで、今日もお願いします。はい、なので皆さん、ぜひ12番目の選手って言われてるんですか、皆さん一周戦わなきゃダメですよ。もう選手頑張れじゃないですよ、一周戦うで全員で勝つ、これが松本山田なんで、ぜひワンストロでよろしくお願いしたいと。熱いですね、あの人ね。熱いですね。いやガチャに限界はない。自分で言い出した。自分で言い出した。もうポスター作ったら自分で。作って、俺自費で作るわ。ガチャに限界はない。作ったら。作りますわ。もう一個いけるんや。時間あるんや。もう一個いけますって。質問ある方、もしあれば。大丈夫ですか。はいはいはい。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。はいはい。うん。あ、山川 J3 3年目やけど、J3 自体のリーグのレベルは昔と比べて上がってますか、変わってますかっていうのを平田さんに聞きたい。まあ、上がってるとは思いますし、はい、もしかしたら今シーズンはその落ちる、入れ替わる JFL のチームとは落ちる、入れ替わる可能性もあるので、結構どのクラブもシビアっていうか最後まで諦めないがゆえに、その勝負は厚みが厚さはすごい最後までずっと続いていくと思うんで、こう下に落ちる降格の可能性がないってなると、やっぱり頑張るにもちょっと気持ちの張り合いみたいなのないじゃないですか。だからそういう意味では本当にどのクラブも最後まで戦うっていう意味でレベルはただ上がってるっていうかシビアになってるんじゃないですかね。こんな感じでいかがですか。真面目に答えてごめんね。いや絶対上がってますよ。 J1 から直接 J3 に来る人が増えてるんですか、ね、うちもそうでしょ、真当りとか長平とか、この前の相模原にも、川本選手とか斉藤学とかいたわけですから。あ、沼津ね。あ、沼津か、うんうん、で完全に上がってますレベルは。ただそれを俺は超えていかなきゃいけない。大宮が J3 に来る時代ですよ、あの規模のクラブが、うん、で今レッドブルがどうのか言ってるけど、うん、まあでもレベル上がってるんで、そこを超えていきましょう皆さんで。で上行けばまだレベル上がってるからね、 J2 は。そうだね。で J1 ももっと上がってるからね、うん、J3 だけじゃないから。で僕らが見てるのはやっぱり J1 のところなんで、そこに向けて一歩一歩やっていかないといけないから、松本に限界はないということで、はい、このトークショーを締めたいというふうに思いますけども、うまいことまとめますね。あの人やっぱそこら辺はやっぱ年々上がってますね。上がってる、スキルが上がってる、上がってます。じゃあでも最後にね、平瀬さんに、はい、このトークショーを締めていただくという意味も込めて、はい、皆さんにメッセージと、はい、今日楽しみにしていることも含めて、はい、コメントいただければと思いますけども。僕は本当に信州ダービー、まあ、天皇杯なども見ましたけど、リーグ戦のこの信州ダービーはまず体感できるということだけで非常に楽しみにしてますし、皆さんも本当になんていうんですか、ロジカルな感じでサッカーを見るっていうよりパッションで、体の感じるままに、楽しんでいただければいいかなと、思ってますんで、ぜひ皆さん楽しんで盛り上がっていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではお時間の方が来ましたので、はい、この辺りでエッチャンスペシャルトークショーを締めさせていただきたいと思います、はい、皆さん熱い中ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。この後35分からアルミン TV にまた平瀬さん出ていただいて、ちょっとコーナーやりますんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いしたいと思います。それでは引き続きファンパークをお楽しみください。ありがとうございました。